大人の世界にようこそ。はい、前回はポケーサーファイターのね、サブストーリーの方、この辺で行いましたけど、墓地の続きがありますんで、そちらの方もちょっと本日はやってまいりたいと思います。こっちかな、あ、こうだな、うん、4回目かな、3回目か4回目ぐらいになる。そろそろ来る頃だな。あ、増えてる。でも大して強くないんだよな、これ。また数が増えてねえか。今度は3人か。チッ、亡霊のくせにキビキビ動きやがって。もう全然人を怖がらせる気はないって感じだな。よし。よし、やったろ。ちょっと待って、あれ、あ、まだなんかこう、あ、よし、よし、一人一人は大したことないんだよね。絶対これ気絶してるという、よくありますよね、こう夢だったのかなみたいなね。またこのパターンか、また来てくれとったんじゃの、キリュウさん。墓守のじいさん、じいさん、この人も君なんだよ。あんたのおかげか、この墓場の邪気がどんどん払われとるんで。どういうことだ。亡霊たちがこの世に残した未練がもうすぐ消えようとしとるいうことよ。じいさん、あんたは何なんだ。霊能力者ってわけか。わしはの、あんたが見とる亡霊の多分十数代目にあたる子孫じゃ。あんたがあいつらの。この間わしは亡霊たちが生前海賊じゃ言うたが、あんた覚えて、言ってたね。ああ、もっと正確に言えば、あの者たちは海賊に雇われた傭兵だったんじゃ。傭兵？それで信長がおった頃の時代じゃが、だいぶ昔だね。一時期ここらの海賊同士で争いがあっての、この土地で武芸の修行を積んでた豪の者3人が鳴り物入りで海賊に雇われた。男たちは戦国の時代、刀一本で国を取ろうとまで考えるほど腕が立ったという。じゃが3人の男たちはあまりに船の揺れに弱かった。ろくに刀も抜けず、極度の船酔いに襲われての、いざこれからという時に船から落ちて溺れた。三人ともがか。おお、三人いっぺんによ。なんだそりゃ。おかげで彼らに大金を払っとった海賊は、敵対しとったよその海賊に滅ぼされたそうじゃ。3人の男たちは苦労して磨き上げた力を出し切れず、ただ死んでった。それがこの世への未練よ。だから喧嘩に飢えてたってのか。わしら代々の子孫はご先祖様たちをなんとか成仏させてやりたかったがの、力及ばず、いまだにこの墓地に化けて出る始末よ。うん、ほいじゃが、もしかしたらあんたのおかげでご先祖様たちは成仏できるかもしれん。なんか飛んだとばっちりてんな、なんかな。
ご先祖様たちの力を引き出せるのは多分この世にあんただけなんじゃ。じゃけ、あと一度、もう一度だけご先祖様たちとの喧嘩に付き合うてやってくれんかの、キリュウさん。あと一度だけか。そいつは寂しいな。まあ次はラスト1回ってことなんですか。なんか海から落ちて死んだとか、なんか結構間抜けなね。まあでも昔はね、あの船旅っていうのはもう今と違ってね、もう死をと隣り合わせの旅っていうぐらいでね、もうなあの海に落ちるっていうのもね、あながちね、こういうことも実際多分あったでしょうね。じゃあというわけでね、行きたいんですけど、なんかやってからじゃないとね、こう進まないんで、草野球やってみよう。草野球。草野球あれを無視してたからね。初乗り料金640円になり、はい、どれだこれ。獅子堂東、あれ草野球ってどうって行くんだろう。あ、そっか、よく考えたら今夜だからできないのかもしれないな。まあいいや、墓地ができるってことでね、そっち行っちゃいますね。そうだね、野球するのはもう昼間だからね、今の時間はそのサブストーリー自体進行できないのかもしれないですね。こんな真っ暗いところでボールも見えないですしね。大地、この私のテレビだと、あ、やべえ、しつけがなって、これに行っちゃう、突入だ、ダメか、しょうがねえな、やってるか。あ、なんかあんまりにも良くて練習にもなんない。しばらく寝てろ、はい、というわけでもう場所来ちゃいましたね。はい、やっちゃいましょう、うん、さあ、この墓場の異変もこれで最後になるのかな。あれ、襲ってくる敵を排除しろ、ファールになってる。なるほど、本当にこれが最後の喧嘩らしい。なあ、一つだけ頼んでいいか。お前らとの喧嘩の後、いつもこの墓場で目覚ますもんで服が汚れるんだ、うん、できればそこは何とかしてほしいんだがな、うん、聞いてくれたか。どうなるんだろう。よし、行ってみよう。先生攻撃だ。お、この人強いやつ、待って。よし。まあでも、ちょっと回復しないで来たからどうかなと思ったんですけど。どこだこれ。あ、アパートじゃないこれ。どうやってここに。ここは水軍アパート。どうやってここに、うん、墓場の亡霊たちはどうなったんだ。行って確かめてくるか、うん、確かめてくるかってことです、うん、じいさんに会いに墓場へ向かえってことで、まあ戦う前にね、桐生が言った望みを叶えてくれた形にはなって、まあね、服は汚れないで済んだんですけどね、きちんとアパートまで届けてくれたんですけど、その戦った後からここまでの工程がよく分かんないですよね。桐生フラフラって、なんかこう無指病者のように歩いてたら、あ、無視だ。さあ、じゃあ続きを、こうだな、うん、じいさんどうなってんだ一体。これはどうなった、成仏できたか。キリュウさん、じいさんか。お礼を言わせてつかわさい。おかげでご先祖様たちが成仏できましたね。なんでわかるの。あんたにはわかるのか、それが。ええ、わかります。なんで。
なんでだね。ありがとうございました。子孫のわしらにもできんかったことをあんたはしてくれたんじゃ。いや、俺もあいつらとの喧嘩を楽しんでた。連中のためだけにやったわけじゃない。大して強くなかったし。ほうですか。じゃがわしにとってはご先祖様の無念を慰められんかったのがずっと未練じゃったけ。そうじゃ、よかったら桐生さん、これを受け取って使わせ。血染めの布とかそういう系じゃない。この気持ちじゃ。不気味なものを渡すんだよ、どうせ。なんだ。これは魔除けのお守りみたいなもんじゃけ。それ身につけとれや、もう亡霊を見ることもないです。あ、なんとかの騎士母神とか。それじゃあかえって寂しくなる。あ、あれ、じいさんいなくなったよ。まさかあんた。あ、墓守りのじいさんも幽霊って。おいおい、どこまでが本当なんだこれは。終わりなのか。終わりですね。して何かくれたの。どれ見てみよう。恋愛成就、こんなんくれないな。開運、これくれたのかな、多分な。話の流れから言ってね。まあ、というわけでなんかね、ちょっと、わかんなかったですね。結局は、あのじいさんも幽霊だったのかなっていう感じで、まあ終わりましたけどね。はい。じゃというわけでもうね、草影響もできないみたいなんで、先進んじゃおうかな。いやー、いいのかな、でも行っちゃっても。というかね、まあ皆さんは先に進めようって思ってるかもしれないんですけど、まあ B だしね。いいだろう。ちょうどキリがいいから、ここで。じゃあ、ストーリー行ってみましょうか。はい、できればね、宝冠のやつやりたかったんですよね。コメントいただいて、よく見ると文章にね、港の方にって書いてあったんですよ、答えがね。それ私、ロックスポン見ないでね、どこなんだ、どこなんだって全く違う。あれ、どこ行くの、これ。全然違うところを見ててね、コメントで、なんか志村後ろみたいな感じのね、感じになってたんで、私、ちょっと、それだけね、これね、なんで何でもないところにぶつかんのって皆さん言われそうなんですけど、これね、私のテレビだと暗くてね、見えないんですよ。だからね、ちょっといまいち、ちょっと、こっちでいいな、見えないんですよね、ほんとね。まあ、そろそろね、もうテレビも買おうかなと思って、この間電気屋にね、行ってきたところですなんで、ちょっと、ちょっと辛抱ということで。鍵がかかってる。あ、ダメ、まだ持ってないんだね、鍵。くそ。あ、して、ここにきっと思い出すんだよ。とんかつ弁当持ってきてないのね。うん、ほら、うん。とんかつ弁当なんかどこに売ってんだろう、しかし。じゃあ、行きましょうか。はい。戻ってきたぜ。みんな待ってるじゃねえか。兄貴、準備はええですか。ええ。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。すごいロングバトルだって聞いたんでね、コメントでね。ちょっとこれ前編後編分けるのかな、動画で。ちょっと厳しそうだな。もうすでに30分近く経ってるんでね。あ、突っ込むのか。表面突破。ほら、正義の味方ご一行様の到着じゃ。どう見ても正義の味方って格好じゃないんだ。救命救助。あ、これが切るよね。俺に任せろ、もう。ああ、いけ。
こであるじゃん。うん、次で相手になんないな。上へ向かいましょう。うん、でね、はい、あ、みんな体力あるんだ。あー、そう。じゃちょっと俺が前に行ってみんなの分ガードしてちょっと受けてやんないとな。あ、こういうの持っていこう。よしよし、行こう。使えるもん何でも使うんで。こっちか、置いてっちゃったよ。はい、頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。うん、オッケー。じゃあ俺らこっちが行くか。この人誰なんだ、後ろにいるのは。え、あ、南雲ね。うん、トップ2人でいいのこれ。あといいね。なんかこう使えそうなもんを持っていくか。一応回復薬とかないかな。あ、ダメだ、めんどくせえ。もういいや、行っちゃおう。どん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 行っちゃおう。ここ一個一個行くのこれ。全部広瀬か、あの敵とは限んないよね。でもね、一般の人混じってないの、いないね、ここは。あ、関係ない。はい、行こう。どっち、これ、まあここ、じゃあね、うん、ないね。行くぜ、南雲行こう。こっちか、こっち行けないのね。はい、ここ、もうダメ、うん、あれ、どっか飛ばしたのかな。じゃあ、え、これ一個一個見てくんの結構。あ、ここだ。あ、なんかいるんじゃない。あ、いないな、いないね、うん。はい。あ、ここだ。あ、あ。よし。はい。いなかったね。はい。行こう。いなかったよ、こっちは。これ、一個一個見ていくのめんどくさいね。頭、こっちにはいませんでした。それいないよ、だから。千代ちゃん、ここにはおらんかった。一番上だって。よっしゃ、次行くぞ。全部行くんだね、ほんとね。うん、3階に客室ね。はい、こっちか。みんなついてくるんだね。ここでいいのか。矢印に向かえばいいんだな、とりあえず。ここ、こっち、ここ左、こっちか。え、あれ、ここじゃない。あ、ここだよね。なんか持ってこう、ちょっと不安だから。ソファーでも持ってこう。うん、さあ来い。あれ、なんか、なんか大変だぞこれ。邪魔。結局邪魔だな。あ、やっぱこういう手軽に持ってるやつにしよう。うん、こっちか。頼むぞ。よし、こっちだな、俺らは。うん、分かった。いや、だから一番上だと思うんだけどな、俺は。もう道具持ってってもうダメだってことはもうね、分かったんでね。え、うん、なんか道具ないんだ。なんもないね。あ、これなんだ、ゴミ箱か。なんだ、ゴミ箱持っててもしょうがねえもん。どうせ手放すんだからね、これね。あっ、よっしゃ、うん、よし、殴り殺しだ。おっ、あれ、やばいやばい、こっち強い。
こんなところでダメージ負ってらんないんだよ。はい、次次次テンポ行くぜ、テンポ行く。毎回いるのこれ。お、何も。よし、やよし、OK、行こう。うん、もうとりあえず体裁にはこだわってらんないな。父さんいるんでしょ、またここにもいるんだ。よし、うん、これでもやらんないんだね。ごめんなさいね、なんか。よし、完全に殴り殺しだね。もうないんだ、回復ないんだ。はい、うん、あとは、うん、こっち、こっちはこっち行けないね、はい、あとはクソが、一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなりゃ染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃ。まあね、うん、最終的に。ソメヤが大浴場にいるようです。お、風呂場。キリナヌキ、4階を探しましょう。よし、4階ね。はい。わかった。こっち、こっちいいの？うん。そうだね。ここ。お、来た。門番的ねえすか。ちょっと強そうだな。ここは任せて、染めよう。離せ。兄貴。頼んだ。よし。頼んだぞ。よし。行こう。ここも4階なのかな、じゃあ。はい、まあいいや、こんなの持たないで。ここか。で。で、こっち？こっちか。4階。何が待ってるか分かんないからな。慎重にならざるを得ないな。お、こんなにあるってことも、すごい出てきそうな予感がするんだけど。ビールサーバーとか持っていくか。ビールだろ。さあ、どこで遊びや。全くこれを持ってっても意味ないよね、ほんと今までのね。どこだよ。どこだ？こっちか。ビルダル置いてっちゃうだろう。ソメヤはどこだ。なんだてめえ。が、ごっついのが。これ。おい、顔を見せろ。何してんだこら。よし、結構いるぞ。よし、勝負かけよう。一気に行こう。なんかうまくいかないの今回。全部入れた。よし、ちょっと待って。よし、行こう。よいしょ。くっ、まずいな。待てよ、何も危ないな、これ。そろそろ回復しようか。ちょっと、あんまり引っ張ってもな、ろくなことないから、スタミナ X 使おう。はい、よし、OK。もういい。
っと待って、この人強いな。強い。あ、これ何者か。え、あとは、よし、終わりだな。よし、来た。よし、OK、結果お笑いということで、すいません、ちょっと荒い戦いになっちゃったな。兄貴、ソメヤいう男おらんでそう。うん、あん中はまだ見とらんの。もしかして、うわ、うっ、たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。じっと失礼します。マスクかぶってるしね。あ、ちょっと待って待って。おい、はーい、生き返るわい。あ、なんじゃこれ。あ、わるはナグモ。これ一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで、バカたれ、もう遅いわ。しもうた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ん、やるの。まだですが。あ、そうですよ。あいにく俺にその気はありませんよ。何、奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから。あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるか勝ちって。てめえ、くそ、逃がすか。